かなりの大物ですよ、ここ。一回で潰すには惜しいなと思う。ここちょっとここだけで深夜来たいな。おお、うん。電気がついとるのがもうミステリーですね。さて、かっちゃんよ、ちょっとお願いがあるのだ。はい。幽霊さんをこれで今こっちにいらっしゃる。うん。はい、映してあげて、書く。霊感ある人にはそれで、ね、なんていうの、ちょうど画面の真ん中にあれば、あ、これかっていうのが分かるんじゃないかなっていうのが、試してみたい。さあ、研究員の皆さん、幽霊の姿が見えたら、その服とか見た目をコメントに書いてみてください。これ、ムイ君がさ、持ってた時、この白い四角ってどういう、こういう風な動きしてる？まあ、たまになんかついたり消えたりですね。これよく見てて。いくよ。はい。こうやろ。で、ムイ君ちょっと持ってるけど。そんなんないやん、うん、こうでしょ。ほらほら、一応言うと、そのなんていうの、この動画にはわからないだろうけど、この映ってる四角は表情を読み取りながら、ね、顔認識の、そう、だからムイ君が持った時の回数より俺の方が多いでしょ。しっかり顔を押さえている。そう、ね、皆さんにはわからないけど、あの顔認証っていう四角があるんだけど、ムイ君が持つと数が少ないのよ。だけど僕が持つと、もう常に反応してるのよ。すごい動いとる。すげえ。実際幽霊さんはそんな風に動いてらっしゃいます？動いとる。うん、ものすげえ動いとる、今。どんな風に？反復横跳び？縦？もう縦と上、もうすげえ。あ、今こっちで黒い影が動いた。多分これ、多分左で画面動いたぞ。これ多分映ったかもしれない。今この俺らが入ってきた入り口が映ってるじゃないですか。後ろ大丈夫なの？気にしなくて。うん、後ろ大丈夫ね。なんていうか、この四角が映る、これ通りに動いてる。そう、今この通りにもおるってやつ。だいぶ四角がでかいんだけど、近いんだけど。そう、近いね。すぐそこなんやって。ムイ君が持つと反応が悪いやろ。これ俺と一緒に持つねんて。すごいだろ。まだ動画で伝わらないことをすごいけど。今ね、皆さんはまあ顔認証って分かりますよね。こうやって画面があったら四角いこういうマークが出るんだよね。で、はい、そう、普通だったらこうやって顔認証でってカメラのあのモニターにこういうふうに映ってるんですよね、本来は。顔認証って、うん、でムイ君が持つと ほんのたまにしかポンポンしか出ないけど、僕の側持つともうほぼつきっぱなしとか、こういうふうに左に動いたり右に動いたりして反応がすごいのよ。こういうふうに 上下もう激しく動いてくれてるっていう、敵マシマシ、うん、動画に協力的なそれではないんだろうなっていうのは分かってる。そう、これが一番きついんですよ、僕にとっては。このわーわーわーっていう声聞こえない？その志村けんみたいな声出してらっしゃる。志村けん、わーわーだよ。聞こえねえな。でもそれ多分聞こえたらメンタルの HP 減るよね。メンタルポイント減るよね。メンタルめちゃくちゃ耳鳴りが、今日さ、すごい眠気もさしたのにさ、なおかつこれ。
ずっとね、今ね、ここにずっとこうやってね、へばりついて僕と一緒におるんですよ。へばりついて、うん、まあどういうやろな、トカゲみたいな感じ。そう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 、壁に天井にこういう感じで、こういう感じで、こういう感じでへばりついて僕が下におると、こういうふうにこの状況で今いる状況この状況が真上。反応しないな。今こっちに来てます。電気暗くしたらダメなのか。ホワイトボード持ちましょうか。ちょうどいいな。出ねえな、畜生。はい、ここにおるよ、ここにカメラ渡すためのあれじゃないか。よいしょ。寒いな、トンネル。ずっとなんていうの、かっちゃんと並走してる感じなんですか、今だに。おう、この、親父が邪魔なんだよ、ここにおる帰れ、今じゃないって。マジうぜ、これ、ほんすごいな、しかし。帰れ。なんだろうな、さっき話題にしたのがまずかったのか、かっちゃんが今日霊感使うっていう、それだからまずいのか。もうついてきた。もう帰れ、もういいって、そこにおらんで。いいや、もう帰れよ、本当に。マジうざい。よく見えてますね、よく見えてますねってずっと言ってやがるの。うさいっちゅうの、そういうの、俺になんだよ。今度はあの娘に文句言ったろ。お供え物減らしといてって。お供え物、とんがらしつけとけっつって言ったろ。気をつけた方がいいです。よけろ。気をつけた方がいいですよ。言うのが遅いです。俺には見えとらんだよ。だよな。あれは取り憑かれるタイプだな。取り憑くタイプだな。もっと関わっちゃいけないタイプが来た。呼びすぎだな、ちょっと。でも、くせえか。ちょっと、これ、携帯でなんとかなるんかな。電気いらん。はい。あれ真っ暗。ちょっとだけ電気入れて。気持ち。一番弱くてこれです。それ。これ見てくださいね。これが今撮ったんですけど、何か違うこと分かりますか？
カメラで見えるかなこれ。一応見えてるし。これ。もう一回やってみましょうか。なんか薄暗い、本当に薄暗い電気でな。これが限界ですな。はい。さっき映したやつと。道路だけが綺麗に映ってないんですよ。あった。わかりますかねこれ。下だけが全部ボケてるんです。確かに滑らかになっとるな。でしょ。本当だ。この材質こんなだから。滑らかには映らないよ。いや本来は上も全部綺麗に映ってもいいけど、ほら。でねこれ。今度はこっちに映ってるんですけど。画像ラインで送っといてね、うん、で、これよく見てくださいね、ここ何もないでしょ、うん、これ影ですよ。あらまあ、ら同じとこだよ、これ。ああ確かに明るさの調整いじってないもんな、うん、これが影ですね。あら今、這いつくばってこういう状況ですね。見えない見えない見えない、ちょっと待って。こういう状況、逆さまになって。これ、こっちを向いた顔ね。これ。ほら。これが顔ですね。こっちで見ると全く違います。ほら。全然雰囲気が違います。これ顔ですね。これから胴体です。やだ怖い。これはさっさと撤退した方がいいな。すげえ怒ってる顔だったでしょ。だからチキンマシマシなんだよ。だから今日は、チャーシューマシマシでをラーメンを食べます。まだ外れのラーメンいきそうなんじゃん。こっちめっちゃ寒いな、向こうより。そう寒い、こっち0度だ。0度やな。あ、お邪魔しました、ありがとうございました。また来ます。来るな、来ます。黙祷。短い黙祷。もう黙祷。寒いなおい、ここ。それ定期的にやるけど分かりづらいんだ。ほら、ちょっと動き出したでしょ。これ定期的にやりたいんだ俺。、うん、でも横から見て。上に来ようとしてるでしょ、葉っぱが。動いとるの見える？手がぶれるかな。他何も動いてたけど、この葉っぱだけ動いとるでしょ、かすかに。動画で見てね。風吹いてないでしょ、動いてないでしょ、葉っぱ。そうですね、ここ風吹いてないんですけどね。だけど、これ本当に動画撮れたらすごいぞ。本当に霊視研究家です。ほら、葉っぱが動き出したでしょ。まあ動画で見は分かるわ、多分。